はい、こんにちは。今回ですけども、中盤以降のお金の稼ぎ方の方をご紹介します。今右下に追いはぎの創意というのが、表示されていると思うんですけども、こちらを使った、お金稼ぎになります。こちらですけども、入手方法が、星5の、クエスト、ちょっと名称なんだっけな、最強最高最高夫婦でしたっけ、あのリオレウスとリオレイヤーの両方ですね、同時のクエストになります。工房にいるおばちゃんから、依頼を受けて、受けられるクエストになります。でそちらの方をクリアすると、こちらの方が入手可能と。で、あのリオレウスとリオレイヤーの同時のクエストの方なんですけども、キャンプにある肥やし弾とあと閃光玉を持ち込んだ方が、クリアしやすいです。あの常に同時にいるんで結構難易度としては高いです。でこちらの方ですけども、装備することによって、モンスターを攻撃した際に、換金性の高いアイテムを落としてくれます。でそのアイテムが、下位だと大体まあ1000とかで、上位に行くと2000とかの、換金アイテムを落としてくれます。で、ハンター一緒に、例えば仲間ですね、4人って行った場合に、4人ともこれを装備した場合には、それらも落とす可能性が高いです。ちょっと今まだメンバー集まってないので確認できないんですけども、1人が装備して落としたものを他のメンバーも、拾うことが確認できてます。ちょっとやってみますか。効果時間が3分です。最終話までが、210秒なので、まあ、もしかしたら上位でも、何回か使えるかなと思います。今あの金色のこれ見えますかね、この右側に落ちてるやつ、これが、落としたアイテムになります。多分1000ゼニーですかね。でこのアイテム自体が1分ぐらいで消えてしまうので早めに回収した方がいいです。今また落としました、ね、多分3分の間に10個ぐらいは落とすと思うんですけども、今どれぐらいですかね、3個4個5個ぐらいですか。ちょっと拾ってみますか。この落とし物って書いてあるやつですね、金色に輝いているアイテムになります。あ、まだありますね。アイテム見るとこれですね、5個今拾ってるんで、まあ、5000円で5000じゃない5000ゼニーで売れる状況ですね。でかなりお得な感じですね。中盤以降はまあクエスト消化しつつお金稼げるようになるので、まあ、この装備をずっと使ってた方がいいかもしれないですね。難しいクエストだと当然別の、 あの体力の装備とかの方がいいと思うんですけども、多分中盤とか例えばクエストを埋めるときとかもうこれでやった方がいいかもしれないです。まだ落とせそうです。でクエストを埋めるときもあのどんどん拾った方がいいかもしれないですね。あの効果が180秒なんで、1分ですね、120秒残った状態でどんどん消えていくっていうのはもったいないので、今効果が切れたらどんどん拾っていくような形にすればもうないですかね。
あと今特殊闘技場っていうクエストでやってるんですけども、こちらだとモンスター逃げないので、まあ、かなり効率的に集めやすいかなと。せっかく装備したのにかかわらずモンスター逃げられて効果が薄いって意味ないので、今これで関係ないですね、これですね、7個ですね、まあ、7000ゼニー、手に入ったことになります。まあ、こんな感じで中盤以降結構お金貯まりやすいので、ぜひやってみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。